さて、椿ちゃんには少し休んでもらうとして、次の練習相手は…次は、私がお客さん役やってやるよ。渚さんが？私は椿みたいに甘い言葉なんかじゃ落ちないぜ。練習台には持ってこいだろう。そうね、確かに中にはマナーのなってないお客様もいらっしゃるし、いい練習台になるかも。私のことバカにしてないか、ヒーロー。渚みたいなお客様を喜ばせるにはどうすればいいの？割と何でも喜ぶタイプだと思うんだけど。そんなアバウトな。おい、いつまで話してんな、早くしろよ。とにかくまずは実践よ。京子ちゃんからやってみてくれる？え、私がですか？ご注文はお決まりでしょうか？そうだな、まずは食べるもんなんか持ってきて。食べ物、おつまみでしたらありますけど。私をその辺のワンコと一緒にすんなよ。手作りのうまい飯じゃなきゃ食わねえからな。手作り？今から作るんですか？普段は厨房で専属主婦が作るけど、今日はいないからね。どうしようか。早くご飯作って。子供みたいなダダこねてる。でも私まだ料理は勉強中で。あの、私が作ってもいいですか？いぶきさんが？いぶきちゃん、普段料理するの？ええ、普段から食事には気を使ってますから。お弁当は自分で作りますし、それにお客さんのニーズに応えるのが私たちの仕事ですよね。確かに、その場のどんな要望にも応えるのが一流のパフォーマーかもしれないね。じゃあ任せちゃってもいいかしら？はい。いぶきさん、お待たせしました。うわー、これいぶきの手作りなの？すっげーうまそうじゃん。一応栄養学を勉強してるので体にいい料理だとは思うんですけど。いや、これめっちゃうまいの。味付けがしっかりしてるのに優しいっていうか。味付けは母譲りで、うちは実家が神社ですから、子供の頃から伝統的な料理を習ってたりして。わー、うめえ。まさかこんなうまい手料理が食えるとは思ってなかったよ。まったく、渚は単純だね。ん？どうかしたの、ヒーロー？渚ちゃん、もうその辺でやめておいた方がいいんじゃない？それ以上はお夕飯に響くと思うし。そういえばヒーローの家で晩ご飯食べる約束してたっけ。まあそっちはそっちで食うから。ふーん、そんなに美味しいんだ。あ、やっぱこの辺にしとくとするか。ごちそうさま。あの、いかがでしたか？うん、まあヒーローの作る料理には負けるけど、合格点はあげてもいいと思う。そうですか、よかった。これでいいんだよな、ヒーロー？あら、別に私のことは気にしなくていいのよ、渚ちゃん。どういう関係なのよ、あなたたち。ダリアさんもいぶきさんもお客さんのニーズにちゃんと応えてる。私も頑張らないと。